はい、どうもジルです。ということで本日はイベラン最終日で、多分この動画が上がった頃には私ジルイベラン頑張っているところだと思うのですが、今回はね、情報というか次のイベントについてのお話やっていこうと思います。はい、ということでサムネのタイトルにもある通りですね、とあるキャラクターが次の25イベントで登場するのではないかというお話です。はい、この話ですね、私が過去に上げていた動画のコメントで、ね、あって、マジって思ってちょっと確認したら、見つけたんでね、それについてお話ししていきます。で、まあそのコメントに何が書いてたかっていうと、バーチャルシンガーが、この前公開された書き下ろし楽曲の先行公開みたいなやつの動画にバーチャルシンガーの声が入ってますよっていう話だったんですよね。で、それはマジかと思って聞いたら入ってましたということで、めちゃめちゃわかりにくいんですけど、ぜひね、皆さん聞いてほしいということで今から流していきますんで、皆さんよーく聞いてみてください。いきます。はい、ということで分かりましたか？ちょっとね、分かりやすいところがあるんでね、19秒の動画なんですけど11秒あたりからのところが分かりやすいんで、もう一度そこを流しますんで、もう一度よく聞いてみてください。いきます。はい、ということで分かった人は分かったんじゃないかなと思います。そう、よく聞くと、なんとこの書き下ろし楽曲、りんちゃんの声が入ってます。はい、バーチャルシンガーの鏡音りんちゃんの声がうっすら、本当に分かりにくいんですけど入っています。はい、ジルさんの空耳の可能性もあるんで、ちょっとね、配信等で視聴者さんにも聞いてみたんですけど、いや、これりんちゃんの声入ってますよということで、今回やってるか、次回だね、次回のレオニイベントでは高確率でバーチャルシンガーりんちゃんが来ると思われます。はい、皆さんね、そちらも考慮してね、石の使い方やガチャ引くかどうか等をね、考えてみてはどうでしょうか。といった感じで今回の動画は短いですが終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。